私の名前はゆっくり霊夢。マリオカートとアモングアスを2鉄で編集し終えた後、気を失って気づいたらデスゲームに強制参加させられた。めちゃくちゃ雑な導入ですね。ということで、今回遊んでいくゲームはフォールガイズ。最近エピックゲームの方で無料で遊ぶことができるようになったから、この機会に始めることにしようかなと。主戦となる霊夢にとって、無料でできるというのはこれ以上にないアドバンテージだもんな。なお使用資金は、バッチリ課金資金な模様。アモアススキンをゲットできる期間があと少しだから、思わず課金してしまった。ちなみに、今回の試合形式はスクワット。自分一人の結果だけではなく、チーム全体の成績によって勝敗が決まるモードだな。つまりこのルールで必要なのは結束力。その点メメムラメンバーと一緒なら何も問題ないはず。よし皆さん頑張ってチャンピオンになりましょうね。もし他の人がゴールを取って脱落したら手を挙げてしまうかもしれないです。自分のミスは仲間のせい、仲間の手柄は自分の手柄。我50万ぞ。結束力のかけらもなくて草。普段騙し合いの人狼ゲームをしているせいでお互いの信頼など地に落ちてるのでしょうか。ちなみにこのステージは前逃げができると特に妨害もなく楽に突破できるよ。逆に後ろの集団に飲まれると我先にと醜い争いが起こるので注意だぜ。まあ人間なんて所詮自分の命を守るためだったら他人を蹴落とすのもためらわない生物ですからね。っていうかあれ、もうゴールが見えてきたんだけど、コース自体はそこまで難しくないから山が入らなければ割とすんなりゴールできるんだよな。他の参加者のせいでゲームの難易度が上がるのはデスゲームあるあるですからね。ここで落ちるとまた前に戻されるので、ここは慎重に慎重に。落ちても即死ではなくチェックポイントに戻されるだけなの優しいよな。デスゲームの被災者に残されたわずかな良心を感じずにはいられません。ということでかなりの高順位でゴール。もしかして私ってゴールガイズお上手なのでは。うむごレイム。ゲームが終わると成績が下のチームから押し出されて脱落していきます。だから探しアドベンチャーとでの崖の間みたいな感じなのね。もうその番組は10年近く前に終わってんだよ。ツッコミで世代がバレちゃうんでやめてください。ということで次のコースはツンドラダッシュ。このチャンネルのメンバーたちは全員冬用の格好をしているので、ここで負けるわけにはいきませんね。まあ最悪自分がこけたところで、他の人たちが自分の分も頑張ってくれるので大丈夫大丈夫。せめて自分でも頑張ろうとしてくれ。チャリッコンガン人風主義をモットーに掲げてる霊夢さんに、何を言っても無駄ですよ。ってちょいちょい、この辺人多すぎだろ。ご時世を考えろご時世を、ちゃんと3密回避しないとダメじゃないか。この辺の道は狭いので人が密集して、コミケの始発ダッシュみたいになってるな。ちなみに私、一回だけコミケに行ったことがあるんですけど、あまりの人の多さに気持ち悪くなって午前中で帰りました。人混み大勢ゼロです。なんでそんな人混み苦手なのに日本一人混みができてそうな場所に行くんだよ。帰るとき、せっかく東京来たのに何もしないのも客だったんで、カップルしかいないパンケーキ屋さんに一人で入ってパンケーキ満喫したのは覚えてますね。その弾力をなぜ人混みに活かせない。一人でいる時間が長すぎて、どこへでもぼっちで行ける精神力を養ったのね。一人でお店に入っちゃいけないという決まりがない限りは基本的にどんなお店でも一人で入れます。といった無駄話をしている間に、いよいよコースも終盤。バラエティでしか見たことない大型扇風機に吹き飛ばされて前まで戻されたの切れそう。身長183cm もある。ボールガイを吹き飛ばす扇風機ってすごいですね。女性の8割は高身長が好きってデータもあるし、ボールガイって思った以上にモテる要素あるんだな。今度合コンに行った時にはボールガイみたいな男性が好みですって言ってみます。多分頭おかしいやつ判定されるから絶対やめた方がいいわよ。裏のプレイ映像についてはほとんど触れなかったが、今回かなりグダってたな。まあ自分が足を突っ張ったとしてもチームとして生き残ればそれでいいのです。続く3コース目はスキーボール。周りはをくぐって一定以上の得点を稼ぐゲームですね。まあ今回うちのチームには日頃からリングをくぐり慣れているプロがいるんでね、突破ぐらい余裕でしょう。すごいアホそうな見た目をしてるイルカですが、本当に頼りになるんでしょうか。ちなみにこれは言い訳でも何でもないんだけど、自分はこのコースがフォールガイズの全ステージで3本の指に入るほど苦手です。そうやって予防線張るのは良くないぞ。何回かソロでこのステージやってるけど、未だに1回も突破できたことないんだよな。円をくぐり抜けていくとボーナスステージみたいな場所があるので、なるべく最後まで落ちないでいただきたいです。パンチングマシーンに押されてなかなか前に進めない模様。他の人が頑張ってリングをくぐってる中、お前はいつまで遊んでるんだ。よし、銀のリングをくぐったので2点取りました。自分もリングくぐりました。こうやって得点を積み重ねていけば、ここも余裕で突破できそうですね。我、50万ぞ。パンチングマシーンに飛ばされたので、このままいけると思ったら壁に阻まれたわ。普通に得点を稼ぐこともできないのに、変なミセスをしてる暇はありませんよ。やばいやばい、もうクリアしてるチームも出てきたぞ。このコースを突破できるのは4チームのみ、点数はまだ半分ちょっとしか溜まってませんね。で、おい、お前私の立ち位置って何してんだよ。得点要因として自分は期待できないので、端っこで応援しようかなと。めんどくさいひねくれ方するな。ちなみに霊夢さんが稼いだポイントは、今何点ぐらいですか？5点ぐらい。予想の数倍点数取ってなくて草。終盤まで来て必要ノルマの20分の1ぐらいしか得点稼げてないのはさすがにないですよ。まあでも自分の分の得点は他の人がカバーしてくれて無事突破できました。得て増えてお互いにカバーする、これこそ協力プレイのあるべき姿だと思います。お前が得て側になるコースが果たして存在するのか。今のところは協力プレイじゃなくてただの規制プレイですからね。
続いてのコースはビッグショット。シーソーの上でオブジェクトを避け続け、最後まで生き残るステージです。開始直後に落ちると得点的にほぼ負けてしまうので、なるべく耐えて生き残りたいところだな。いいか、みんな落ち着いて聞いてくれ。このゲームには、必勝法がある。必勝法だと？そうだ、まず一番気をつけなければいけないのが、奥にある大砲から飛んでくるオブジェクト。なので大砲と大砲の間に、一列でメンバーが固まることで被弾を極力少なくすることが大事なんだ。なるほど、これだと確かに、最低限の移動でオブジェクトを避けることに集中できる。さすがメメント森の旦那、一瞬でこんな作戦を思いつくなんて。我、50万アドバイスのおかげもあり、今のところは順調順調。いやー、こんなのいくら飛んできても当たりません。わー。とっさにダイブしなければ危なかった。オブジェクトに当たるとかなり強く吹っ飛ぶので、基本的に衝突イコール脱落と考えていいぜ。なんか今までで一番、デスゲームらしいゲームな気がしますね。さっきまた一人脱落したので、あとはこのまま生存すれば突破できそう。いや名前ですか。このチャンネルは老若男女に愛されるチャンネルを目指してるので、そういう卑猥なワードを拾わないでください。でも日本人って、なんだかんだそういうネタ好きな傾向あるよね。最近だと気持ち良すぎるディーダのあれだったり、少し前にはドブロックの大きなあれも流行ったよな。当時小学生だったいとこの女の子が、そのネタ見て爆笑してたのを思い出しますね。さて残り時間もあと20秒、大砲から発射されるオブジェクトも勢いを増し、残る参加者たちを落とそうと運営側も頑張ってるな。次々と飛んでくるオブジェクトの波に、参加者たちは四苦八苦、グサオさんが最後の最後で犠牲になりましたが、チーム IT で通過することができました。リップグサオ。今回は他のチームからの脱落者が多く、割と余裕があったのは良かったですね。ということで、残るチームはあと1チーム。泣いても笑っても次のゲームがラスト。夢のチャンピオンまで、あと少しです。ファイナルラウンドに選ばれたコースはクラウンマウンテン。最初期からあるコースで、フォールガイズのファイナルラウンドといったらこのコースを思い浮かべる人も多いんじゃないでしょうか。一応名目上はスクワットだけど、特に味方と協力できるわけでもないので実質ソロと同じなんだよな。コースの構造自体は簡単なんだけど、大砲から降ってくる弾が不規則で懸念事項。パチンコ中毒の霊夢さんなら、弾の軌道を読むことぐらい余裕なんじゃないですか。いつから私にパチンコ中毒の設定がついたんだよ。タバコギャンブルは愚か、お酒もほろ酔いしか飲めないんだぞ。電車の二つはともかく、巫女がお酒弱いのはなかなか致命的な気が。ちなみに、巫女が好きで米などの穀物を噛んで作るお酒にドブロックというものがあるんですよね。さりげなく前の伏線回収すな。っていうかそんな話をしている間に前との差がヤバいことになってるんだけど。うおお、いける、これはチャンピオンいけるぞ。あ、ヤバい、ハンマーに引っかかった。待って、ということで私たちのチームはファイナルラウンドで脱落という結果になりました。いや、それにしても惜しかったな。最終ステージが協力できるステージじゃなく、単純に個人個人の戦いでしたからね。ということで、今回の動画はここで終了。フォールガイズは好評だったらまたやるかもしれないから、やってほしい人はぜひ高評価チャンネル登録よろしくな。